メーガンはニューヨーク在住の人気ブロガー。今日は親友のロージーとお気に入りのカフェで待ち合わせ。2人ともダイエット中なので、ハーブティーとチョコレートチーズケーキを注文しシェアすることにしました。メーガンとロージーはおしゃべりを楽しんで食べ物の写真を投稿。しかし1時間後、ロージーが気を失いました。医師は彼女が毒を盛られたことを明らかにします。メーガンの投稿をよく見てください。どこに毒があったか分かりますか？ロージーは紅茶に砂糖を入れましたが、メーガンは入れていません。毒は砂糖の中にあったんです。ロージーの看病を終え、メーガンはようやく家路につきます。彼女のマンションのドアはコンビネーションロックですが、誰かが最近4桁のパスワードを変更しました。幸運にもメーガンは近くにヒントを見つけます。新しい暗証番号を見破ることができますか？最初の数字と最後の数字をかけて、次に2番目と3番目の数字をかけましょう。暗証番号は2516です。メーガンはマンションの自室に帰宅。窓の外では美しい夕日が沈むところ、彼女はインスタグラム用に2枚の写真を撮りました。2枚の写真を見比べて違いを5つ見つけてください。5つ見つけられましたか？違っているのはここでした。メーガンはおやつを食べながら好きなブロガーの動画を見ています。この2人の女性のうち1人は大金持ちで、もう1人は一文なし。どちらがどっちか分かりますか？右の女性が一文なしです。背景にエッフェル塔とビッグベンが見えますか？でもパリとロンドンに同時にいることは不可能です。つまりこの写真は偽物。彼女の派手なライフスタイルと同じようにね。メーガンはフォロワーの一人、イービルアイから悪質なコメントを受け取りましたが、真剣に受け取りません。メーガンは友人たちと楽しい夜を過ごした後、夜遅く一人で歩いて家に帰ります。その時突然イービルアイが彼女の目の前に現れました。彼はメーガンを掴んで車のトランクに押し込みます。メーガンは気を失ってしまいます。しばらくして地下室で目を覚ますと、彼女のファンが床に花のようなものを描いています。彼は英単語を正しく綴るためには真ん中にアルファベット2文字が必要だ。その2文字が何か当てられなければ永遠にここにいることになると言っています。メーガンを救出できますか？真ん中に入る文字は M と E です。メーガンが帰宅すると、何者かにノートパソコンが盗まれていました。泣きっ面に蜂ですね。彼女は警察に通報し、3人の隣人が取り調べを受けることとなります。ホリーは大音量で音楽をかけながらアパートを掃除していたから不審な音は聞こえなかったわ。ポールは2時間前犬の散歩をしていて、ちょうど今家に戻ったところです。全て普段通りです。アレックスはゴミを出しに1時間ほど前に一度だけ外に出ました。パーカーを着た見知らぬ男がドアの前にいたけど、すぐに立ち去りましたと言っています。嘘をついているのは誰？アレックスはゴミを出したと言いましたが、ゴミ箱を見てください。まだいっぱいです。やった！メーガンが大好きなブロガーが今日食べたものの動画を投稿しています。変なものを見つけられますか？すごい、冷蔵庫にノコギリが入っています。次の動画を見ておかしいところがわかりますか？この虹は偽物です。今日はメーガンの30歳の誕生日。彼女は何週間も前からパーティーの準備をしていました。美しいドレスを買い、たくさんの料理を作り、
アパートの飾り付けまで完璧です。メーガンのボーイフレンドジェフも含めたくさんの友人が招待されています。パーティーの前、彼はメーガンに電話をかけてきました。今会社だけど8時には君の家に着く、約束するよ。ジェフは8時5分に家に来ました。彼は花とバースデーケーキとダイヤのネックレスを持ってきました。しかしメーガンは激怒して花を彼の顔に投げつけ涙を流しています。どうしてでしょう。メーガンは彼が午後8時に到着すると思っていましたが、彼がやってきたのは翌朝の8時だったからです。夕方、メーガンはアイスクリームを買いに行くことにしました。彼女は近所のお気に入りの店に向かって歩いています。行く途中、メーガンは道でアイスクリーム店の店主テッドに出会います。覆面の男が店に強盗に入って現金を全部持って行ったんだ。メーガンは店内を見渡し壊れた棚を見ます。そして彼女は言いました。普通の強盗ではないと思う。泥棒は同業者のライバルに違いないわ。どうしてそう思ったのでしょう。床をよく見てください。塩の袋が破れています。また泥棒は床に油が漏れるように瓶を開けています。普通の泥棒がわざわざ瓶を開けますか。つまりできるだけ多くの損害を与えようという意図があったのです。テッドを元気づけようとメーガンは彼をコーヒーに誘います。ウェイターが同じものを2つ持ってきました。というかほとんど同じです。3つの違いを見つけられますか。ここでした。メーガンはブロガー向けの豪華パーティーへの招待状を受け取りました。この迷路を突破できた人だけが実際に中に入ることができるというのです。メーガンをパーティーにたどり着かせてあげられますか。彼女は第三の道を選ぶべきです。メーガンは最終目的地に到着します。そこにあるのは落書きだらけのドア3つ。パーティーが開催されている部屋のドアはどれかわかりますか。ドアの文字をよく見てみましょう。それぞれのアルファベットを1文字前のアルファベットに置き換えるとパーティー、トイレット、エグジットとなります。したがってメーガンは1つ目のドアに入るべきです。パーティーの警備員が通報を受けました。犯罪者グループが侵入を企てているというのです。というわけで彼らは全員の手荷物を入念にスキャン。3人の不審者を見つけ逮捕しました。しかしそのうちの1人は無実です。無実は誰だかわかりますか。真ん中の女性はバッグに携帯電話をたくさん入れています。スマホが2台と昔ながらのボタン式携帯電話が1台。右の男ですが、スキンヘッドの男がパーティーにシャンプーを持ち込む時点で怪しいです。どうやら左の女性は犯罪者ではないようです。パーティーに入ったメーガンは化粧直しのためにバスルームに行きました。そこには3人の綺麗な女性がいたのですが、そのうち2人は吸血鬼です。吸血鬼じゃないのが誰なのかわかりますか。メーガンの隣に立っているこの女性は鏡に映っているので人間です。残りの2人が吸血鬼。メーガンは週末に良いキャビンを借りて森の中で過ごしたいと思っています。アプリで検索すると4つの選択肢が見つかりました。でも安全なのは1つだけ。メーガンが正しい決断をするのを手伝ってあげましょう。2軒目の家はかなり居心地が良さそうですが、木の陰に不気味なピエロが隠れています。料金も不審なほど安いですね。サイトの情報には3軒目の家は9世紀前に建てられたとありますが、家はかなり近代的に見えます。おそらく詐欺でしょう。
4軒目はシックでハイテクですが、窓ガラスはひびだらけ。安全とは言えません。つまりメーガンは1軒目のキャビンを選ぶべきです。いよいよ週末、メーガンはキャビンに行くために車を走らせます。途中、地元のファーマーズマーケットに立ち寄り、レモンを見つけました。代金を支払おうとしたのですが、スマホが見当たりません。彼女は近くにいた3人を尋問します。キムは、トマトを売るのに忙しかったわ。マグナスは、SNS 用に店の写真を撮っていたんだ。信じられないなら自分の目で確かめてみて。ビアンカは、盗んだのはキムだと思う。ビジネスが最近うまくいっていないのよ。とそれぞれが言います。3人の話を聞いて、メーガンは誰がスマホ泥棒なのか確信しました。あなたは分かりましたか？マグナスのバスケットの野菜を見てください。メーガンのスマホを人参の中に隠しています。メーガンは地元のコーヒーショップで飲み物を注文し、あたりを見渡します。客の一人が人間ではないようです。誰だかわかりますか？人間じゃないのはウェイトレス。目が赤く点滅していますよ。チップをもらっていないのかな？